ございます。今回はですね、もう見てくださいよこれ、デロデロ終わった後ですよね。もう完全にことが終わってるんですけど、今回このヨヨ丸さんに乗りまして、一木カレンのマグロリベンジという、はい、激しかったね今回。うーん、すごかったですね。いや、いろいろあったわ。いろいろあった。僕ちょっと人生でこれほどまでの船酔い初めてかなぐらいちょっとくたばってたんで、はい、けどあんなことやこんなこと、まあでもね、そうですね、まあ、あの一応これオープニングやから、はい、意気込みみたいな言っといたら帰ってきてんねんけど、今もうこれ帰ってきてんねんけど、終わってますよ、終わってんねんけど、はい、いやいや、何としても釣りたい、このためにこんな、なんか練習をしてきたみたいな。いやー、うん、息もうバージン卒業。では本編どうぞ。おはようございます。ルアーはどれだ。こちら、じゃじゃん、これはプロトですか。いや、違います。それは普通に売ってるヒラマサ脱マグロバージンというそのミッションがありますから、はい、脱バージンはい、これです。あの悔しさから1年、はい、再びマグロに挑む。1年あっという間ですね。あっという間です。早いですね。そうです。視聴者さんはあの時私がマグロに挑んだことは知ってるんでしょうか。それは知ってる人も知らない人も。おっ、おったね。おる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 。頼むでー。おーおー、出た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 。フルフッキングフルフッキング。おーいー、オーケーオーケー。初シーラー、来た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 来てるよ来てるよ。お疲れ様でございました。いや、ちょっと今日は今回は、はい、マグロが、マグロ釣りたかったね。はい、ちょっとマグロもフルフッキングしとかんと。やっぱりそうですね、はい、リベンジしたいですね。またリベンジしましょう。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それまでちょっとあのキャスティング、はい、修行です。はい、はい、1年間でどれほどの成長があったのか。やっぱりあの巨大魚を釣ろうと思ったら簡単ではないので、はい、さあ釣るよ。え、畑さん？マジですか？私がフィッシュマグネットです。本家がダウンしてるので私が代わりにフィッシュマグネットをやります。もう今出たけどね、欲しかったね、今の欲しかったですね。もしかしたら出やろ、来た？おや、あ、来た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 。なんだ？うわ、何？マグロか？シーラだ。シーラや。ニシーラ？お。やばい、シーラ2匹ついてる。わあ、ダブルヒットしてる。ダブルヒット。シーラがダブルヒットしてる。シーラのダブルヒット。やばい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 。どうしよう。おお、すげえ。あ、1匹取れた。あ、1
匹取れた。一匹取れた。一匹取れた。おお、すごい。ああ両方取れた。両方取れた。残念。キャッチできず。あらら。マグロ釣りたいんじゃ。あぶった。だよ。マグロですか。何かわからん。マグロ。マグロ？あ、キヤキヤできた。キヤだキヤだ。キヤだ？ちっちゃい。マグロ。よっしゃー！ヘイ！ヘイ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 。まあ可愛いサイズ。さっきまで寄ってたの。あ、来た！お、来た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 。マグロちゃうか？これ、トキハラちゃん。キヤだよ。キヤだよ。キヤだ。キヤだ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 。そう、超強い。おっしゃ、来た来た来た。いやー、緩めんな、緩めんなよ。はい。あー、すげー。おっしゃ、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、緩めんなよ、緩めんなよ。はい。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。おー、すごい。おっしゃ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 うわすげー。うわ、おお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 おやったー嬉しい。うわ光ってる。達成感。達成感。血まみれぬるぬる。え、どんな感じで出た？え、もうジャッジャッジャッってバカーみたいな。ギューンって。えぐいです。でも全然やっぱシイラと違いますね。多分なんかそのまあ小型の、はい、小型のキハダが集まってると思う。はい。まだいける。で、さっきちょっとでっかいのも出たから。あ、本当ですか？多分あれ。まあまあでかい。まあまあでかい。50ぐらいあるかもしれない。のが出た。今ので何？今ので10ないぐらい。全然10ない。5倍？あ、もう。やばいです。あれで5キロ。そう。テンポンド。テンポンドぐらい。テンポンドぐらい。夢のテンポンド。はい、夢のテンポンドぐらい。まだ喜ぶにはまだ早い。まだ早い。頑張ります。50？ 50、あれの10倍。10倍。恐ろしい。とりあえずバージン卒業。ああ、バージン卒業。バージン卒業しました。ちっちゃかった。
ないじゃん。うわ、何今の怖かった。しゃー、はい、決めましたね。決めた、イエーイ、マグロ。いろいろありましたね。いや、いろいろあったわ。いろいろあった。これやらかす。周りでかい。あんなことやこんなこと。おー、やばい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 。痛なくなる。痛なくなる。激しかったね今回。すごかったですね。おお、周りでかい。はい、久しぶりのフリーマーケットということで丸畑商店。今回はですね、初上陸となる群馬県前橋市コメリパワー前橋店さんの駐車場にてフリーマーケットが開催されます。今回はですね、これからの季節にぴったりなパーカーであるとかロンティー、さらには大人気の〇〇なんかも販売されます。まあ畑中自身もね、会場にいますので、ぜひお越しくださいというわけで、日時10月の24日曜日になります。朝9時から15時までの時間になりますんで、お間違いなきようお願いいたします。というわけで群馬県の皆さん、近隣の皆さん、お待ちしております。